はい、後半はですね、まず6月6日の土曜日に札幌で行われたデモの様子をですね、VTR にまとめてありますので、それを見てから、いろいろお話をいただきたいと思います。それでは VTR どうぞ。ご就航中の皆さん、私たちは放送法32条を直ちに改正し、NHK の実質的解体を求めるデモ隊です。国民から徴収している受信料で中国政治宣伝工作のような番組を作り続ける NHK の問題をご存知でしょうか。今年の4月5日に NHK の番組ジャパンデビューにおいて台湾の日本統治時代について放送されましたが、ここでは台湾人の証言を歪曲し、日本と台湾の離反工作としか考えることができない、中国政府に都合が良い捏造、変更が行われていたことが明らかになりました。 NHK は問題を引き起こした責任者を処分しろ。NHK は受信料を返還し、国民に謝罪しろ。独裁国家中国の手先となった NHK を解体するぞ。捏造を許さないぞ。許せよ。 NHK 特集シルクロードを作ったディレクターは日本国民の前に出てきて謝罪しろ。謝罪しろ。考えるのはこの仕方ではないので言われても困るんですよ。内部からね、声を上げるっていうのはないんですか。まず驚いたことに、このように公式に申し入れていたにもかかわらず、いわゆるお客様を迎えるような姿勢ではなくてですね、いわゆる玄関先、軒先で私たちの、きちっとしたその、抗議文、公開質問状をですね、受け取ろうとしたという、ここに今の NHK のいわゆる国民を向いていない、視聴者を向いていない姿勢がはっきり表れていたかと思います。まあ、それで私たちは直ちに抗議をしてですね、いわゆる建物の中、応接間ぐらいに連れていくのが素ではないかということで、それも何度かの、交渉の中でですね、いわゆる建物の中に入って正式にですね、抗議文と、公開質問状を、計画通りに、札幌の職員に渡すことができました。彼らも、確かに NHK 会長に届けることを約束しました。私の方からそういったところです。はい、見ていただいたんですけど、本当に札幌の皆さん、きちんとした立派なデモをやっていただいた、本当に敬意を表したいと思います。こういうですね、今までと違った国民運動が各地で皆さんの自主的な判断で立ち上がっていただいている、これ本当に嬉しいなと思います。まあ、中央の、ね、東京の方でも頑張りたいと思いますけど、こういう総合の皆さん、まあ、今までも福岡や愛媛やいろんな大阪、そして今日見ていただいた札幌、さまざまな場所で少人数の人もあれば 何百人のあれもありましたけれども、こういう形で波が次第に作られつつあるということが素晴らしいことだと思います。改めて感謝を申し上げたいのと共に戦いましょうということをお話したいと思います。ありがとうございました。それで、このね、委任状のお話ですね、はいはい、今改めてもう一回ですね、ちょっとこれあと前田さんに説明してもらいたいと思いますけど、はい、これ、ぜひですね、これ22日だったかな、22日必着ということ、22日までですから、もっと前にどんどん出していただければいいと思います。これはやっぱり数は力です。これだけの人たちが怒ってるということを、やること自体がすごく大事なことなん で、先ほど言いましたように、お金もかかりません。郵送代はもちろん必要ですけれども、こういう形で、別紙代理人目録記載の弁護士を訴訟代理人と定め、下記の事件に関する各事項を委任しますと、こういう署名と捺印ですね、このこれがあれば結構でございますので、
これをやっていただければと思います。じゃあ前田さんちょっとそのあれを、はい、まあ、見ていただいて分かる通りですね、NHK は聞く耳を持っていないことが明らかになったわけです。まあ、いや聞いてはくれるんだけれども何にも答えてくれない、電話をしてもね、質問状を送ってもどうも無駄という感じになってきたんでね、いやここはもう何としても引きずり出すためにですね、この訴訟に参加したいという方いっぱいいると思います。そういう方はまずチャンネルさくらのホームページから、書式がありますんでね、ダウンロードしてみてください。今見たやつですね。でこれダウンロードできない場合は、チャンネルさくらに行っていただければねすぐ送りますので、ファックスとかそういうの送ります。はい、すぐに電話でも何でも送ってください。でですね、そのダウンロードした書式に、住所氏名をお書き添えの上、捺印して書き宛に郵送してください。ここでですね大事なことは、必ず原本を郵送してください。ファックスとかね、メールではこれダメですんでね、無効になってしまいますので必ず郵送で、そして22日必着ということで、まあ裁判なんでねすごく、厳しくなってますんで、ここだけは、まあ、23日でもいいかということにはいきませんのでね、必着でお願いします。宛先はご覧の通りです。はい、ぜひ2000人会の人たち全員が出していただいても1600人以上の皆さんになります、いうことでですね、本当にこのコツコツと事実関係積み上げ、そして、ただ感情的に騒ぐだけではない形で NHK というものを本当に変えていかなきゃいけない、チャンネルさくらがまあ小さい本当にメディアでございますけれども、同じ同業者としてですね、これは本当に変えてもらわなきゃいけない。放送というものに対する信頼を回復するためにもですね、きちんとですねこれをやってみたいと思いますので、ぜひご協力いただければと思います。やっぱりねこれ本当1万人訴訟って、本当に1万人とかねそれに近く集まったら絶対にこれは他のマスコミも無視はできないことになりますしね、はい、集まらなければ本当にこのまま消え去って NHK はほっかむりして終わってしまうんでね。そうですね、これはおかげさまでね先週の金曜日、はい、まあ、読売新聞がやっとね、取り上げてくれました。私は文化部の人とずっと話してたんですけど、文化部の記者さんには本当に敬意を表したいと思います。いろんな我々の立場ではないですけどね、でも取り上げて問題がどんどん広がってるんだっていうね事実を伝えてもらった。テレビも少し見習えと、読売新聞もですねやっと一歩を踏み出してくれた、産経新聞だけではなくてですね、と思います。朝日新聞も議連のね、はい、設立については伝えましたんでね、ようやくね。そうなんですよ。すごいですね。だからやっぱりね、朝日のその編集の姿勢はね、とにかくとして、やっぱ商売感覚があるなと。つまり読売が動き出せば、今のうちに出しとかないと乗り遅れる。そうです。でね、しかもその記事は、まあ、一段といわゆるベタ記事だったんだけども、はい、そこにね、わざわざ安倍晋三さんのね、ホームページからこういうこと書いてる、はい、でなぜね安倍さんが出てるのかね、あまり朝日新聞はお好きじゃないんですよね。それだけですね、なのに出てるからね、これはかなりいろいろ考えた末のことなんで、つまり朝日ももっと大きな波が来るなというふうに考えたんだろうと、僕は同業者としてそう思っております。